お疲れ、マジマちゃん。そうよ。ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ。わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて、仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪った。日記大門は隠しておくなと。西谷、じゃあこの情報。せや、西、いろいろや。うん、つばき、どういう意味や。そりゃ、あ、いな、犬を一人です。いらっしゃいませ。ありがとう。
っしゃいませ。ありがとうございました。それじゃあ椿園に行くぞ。だい。は。よ。悪いなあ、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。
真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとらんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。
Take it out!
Hey!
セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。誠は、牧村誠はどこや？彼女は先ほどある人間に託されここを出た。なんやて？ある人間って誰やねん？そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで？手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと？知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか、そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか、彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか
そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた？あの女に惚れたってことか？まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やな。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ。やったるわ。お前の覚悟を見せてくれ。Yeah!
せ。どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟、痛いほど伝わった。ほな、さっさと言え、誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ、カムロ町。誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ、今殻の一坪を誰が手に入れるかで登場界が大きく揺れている。土地の10億なんてな、目先の金に過ぎない。殻の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしてる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。奴は必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。Mm-hmm.
幌町で誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真面目ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃん。あ、蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ神室町。ええんか。だってよ神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、立花の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて空の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる空の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。